ンタックでございます。よーし、おはようございます。おはようございます。新シーズンお願いします。我が沖チーム、はい、次郎ちゃん、はい、参戦というか再戦ということで続投です。続投よろしくお願いします、ね、お願いします。前回惜しかったっすね、はい、いやだから思い返せば、うん、僕の連チャンが最後伸びてればみたいなところですもんね、はいはい、初悲願の初優勝だったんですけれども、はい、残念ながらね、ギリ届かずということ。なんかあれもその状況を把握できてないがゆえのじゃないですか。もちろん、まあ、仕方ないとはいえ、はいはい、やっぱなんかちょっと納得いかんかったんで、うん、今回こそはすいませんが、すいませんが、僕についてきていただいて、いや手となり足となり、はい、事前にもう LINE をつなげてやり取りはしたんすよ。はい、しました。お互いもう意見が真っ二つでね、これもうすごい初回から折り合いつかんかったっすね。全くつかないですね、はい、で最終的に俺がそれぞれ我が道を行って楽しみましょうわらってもう決裂したんで、しましたね、はい、綺麗に。僕は、はい、このシリーズ始まって初の朝一 J でございます、はい、マイジャグラーからスタート。あとなんかね、すいませんね、僕は永遠の消防隊からスタートさせていただきます、はいはい、ガランガランの永遠の消防隊 ね、 あれね、誰もいなかったよ。大チャンスです。そう、はい、あれ朝一リセットかかってさえいれば、うん、リセットとして期待値がありますんで、1台50枚ぐらいあります。8台打ったら400枚ありますから。あーそうっすね、はい、で400枚持った状態からもう別の台でスタートすればいいだけで、腕の見せ所なんで、これから1時間後ぐらいどういう風になってるか、はい、何半笑いなんすか、楽しみに。いやなんで半笑いで、はい、朝一の期待値って俺あんま信用してないっすよね、はい、リセットされてる前提じゃん、はい、そんなの分かんないじゃないですか。まあまあ確かにそうなんですけど、リセットされてなかったらされてなかったで、早く気づけますし、それも。あそうっすか、はい、あもういいです、すいません俺も もういいです。お互いもう話してもしょうがないんで今の状況で。これだからもう僕がもういい方に転んだら、うん、あもちろん絶対に次郎ちゃんのもう下僕というか言いなりというか、いいですか、うん、マリオネットになります。ありがとうございます、はいはい、今日結果出します。じゃあ、はい、了解です。頼みますね、はい、任せてください。今日は今回こそ、はい、J ダメならすぐパチンコ行くから。なるほど、おそらく、もしくは永遠がリセットだよみたいになったら、はい、もうすぐ参戦するから、あフットワーク軽めでいきます。なるほどなるほどなるほど。でも大事っすもんね、うん、大事、めちゃくちゃ大事。しかもなんか今回すごいチャンスって聞いてます。そうですよ、他のチームがこぞってグズグズですよね。今んとこ暫定首位でもプラス500枚ぐらいらしいんで、はい、うわもうこれ大チャンスですよ。大チャンスです。そうですよね、なんか言えば言うほど負のこう取りに行きましょう、みたいになるんで、このチーム取りに行きましょう、本当に。いや本当に取りたいんで、はい、本当に、はい、行きましょう。じゃあお願いします、はい、行ってまいります。さあ実戦開始でございます。番組収録なのにマイジャグラーね、ゴーゴーが見えないマイジャグラーでございます。この機種選択の時点でいかに本気かというのが分かっていただけるんじゃないかなと思いますけどね。初めてですよ J スタートはね、本当この番組で。多分だけどね、もう普通に打ってたら勝てないんですよ、もう流れ的にというか運気的にというか。だからちょっと普段と違うことをしてみようということで J からスタートしております。おう光りました。41ゲーム、ブドウがね悪くない。朝一のファーストインプレッションは最高って思ってたら1000円で光りましたね。1000円で41だよ、一応言っとくけど。単独です、単独ビッグ。 OK OK、 頑張っていきましょう。いいよ。では本日は延々の消防隊でございます。で沖さんが危惧していたリセットかかっているのか問題に関しては、今8台中僕含め2台動いてます。で1台が、僕がオープニング撮ってる間に回されてたんですけど、88前兆踏んでからゲーム数で当たってたんで天国だったと。前台リセットかかってるんじゃないかなと予想して打っていきます。出玉のきっかけになるエピソード引くことができずと大移動します。
三代目移ります。生産中です。とにかくマイジャグラーはもう朝一のボーナス連打が勝負だからね。今日に関してはおいしょ来たー80時、頼む。最初はもうビッグでいいんだよ。最初はビッグでいい。レグー単独レグー高設定の証レグ OK。 バンバンボーナスを重ねていきましょう。次郎ちゃんはもちろんね、朝から何 J 言ってんだと、ふざけんなと言ってるあなたたちにも、このマイジャグラーの実力をねお見せできればなと思いますよ。合算61分の1。おー来たー22時。ちょっと次郎ちゃんとこ行きましょう。いやー諸君いい朝ですね本当に。あらどうなん今もちろん、はい、プラスだよね。もちろんいやいやマイナスはマイナスです。え期待値あんのに。はい、あただ一回初当たり引きましたけど、まあ、それがダメだったって感じで。僕合算3、50分の1。2回とかでしょ。ボーナス3回目。周りも出始めてる。あ、今日なんかノーマルタイプも強いらしいんですよ。あ、だから花火が埋まってたりしたよね。とか花とかも人多かったんが。あ、そうみたいです。みたいですじゃねえよ。じゃあ移動しろよ。ちょっと待ってください。なんすか。延々も全然わかんないです。あのさっきすごい設定差あるの引いたんで。でも移動してんじゃん。いやそれはこうリセットがやっぱ美味しいんで、リセット打ってからあれやったら戻ってもいいなとか思って。もう島の雰囲気でわかるよ今日お通夜ここお通夜なんで。え、ここお通夜ですか。うん、ここはお通夜。まあ一個横の方は確かに人いますもんね。もうカーニバル、リオのカーニバルみたいになってる。リオのカーバル。もうちょっと忙しいんでじゃあさよなら。なんだよあの白豚メガネ、全然ダメじゃん。何が期待値だよ。はい、ということで戻ってきたらゴーゴー光っておりましたと。22ゲーム、ビッグ、あ、レインボーになってた。あ、22ゲームだ、失礼。もう完全に忘れてた。ゴーゴーがレインボーに変わってました、第一停止で。え、ずるくないですか、いい逃げ。あんなもんもう通り魔じゃないですか。やり口全く一緒やん。ずるいっすわ。4代目に移動します。生産中です。うわー、これ僕以外の2人売ってんすけど、今島で僕以外の2人は2人とも天国です。くっそー、いいなー、羨ましい。天国、振り分けには嫌われてます。うわー来たー、チェリー重複37ゲームこれはレグでも納得のレグになるぞ。きたー、チェリー重複レグでございます。現在ビッグ2レグ2、合算多分40分の1ぐらいになったんじゃないかな。これでこれはワンチャンなんか島の雰囲気的にもねボーナス回数ついてますんで、ちょっと BR 比率までは分かんないですけどあるぞ。本当に今日 A タイプが相当強いのかもしれない。これでもし次郎ちゃんのせいで負けたらもうこの業界にいるのが恥ずかしくなるぐらい俺めちゃくちゃ言うよ多分。ディスリが半端なくディスるからね俺、次郎ちゃんのせいで負けたら。うわ、しかしジャグラー楽しいわ。これは前兆ステージいかんパターンかな。え、初めて見てんけど。え、見たことあったっけな今まで。熱天国やろこれ、当たるんじゃないかなこれ。このままねえ真ん中、さあ緊急出動。天国2回と
2回やったかな結局、まあ、これで当たったら初当たり確率240分の1で引けてるってこと でこれつまり、全体の当たる時の割合、当たる時は当選利益の 50% は自力ですから、その自力がなくてこんだけ引けてるってことはすなわち、やっぱいい立ち回りってことですよ。ぜひとも皆さん狙ってください。投資15天国、天国と4台打ちまして、さあアイリスが出ます。大体、はい、1否定とかが一番嬉しいですね。この次、あ、一番嬉しいのは守君が出ないこと、六角なんで、この次に守君が出れば1否定、1否定じゃなかった、これの次に出たら2否定、2否定、低設定は結構2否定、まあ、1打ってる時は結構2否定出ます。だから2否定にあんまりいいイメージない。1否定が出た後とかやったらね嬉しいんですけど、頼む、よいしょい、まずは変換、このパターンは比較的期待度が高いパターン、ただ全然安心できるほどではない緊急出動行くパターンですね。うわー、熱いな、鬼の炎人、期待度高いやつ、チャンスアップまで出ればこれもろたんちゃうか、チャンスアップ、ほら復活ということでエピソードでございます。素晴らしい、パチ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 、これを何回引けるかっていうのがね、コロナで勝てる勝てない大事なとこですから。でこの後、出てくる画面に注目、線路か後ろ姿か子供、後ろ姿真ん中です。これは、延々チャンスのストックの下です。さあここから延々チャンスと、ちなみにこの画面敵やったら熱い、大体そう、大体第8。さあいかにこの一枚役いけるかどうかが大事です。延々チャンス中はこれがボーナスの抽選、この延々チャンスの中で何回いけるか、ゴーデンコムの地引いてあるよ、ほら引いてる、 92-3% ぐらいで変換なし、ほんで弱チェなし、最低ストック3つです。ちなみに、後ろ姿が出た時の最低ストックは3つなんで、あと2つは延々チャンスいますよと。これちなみに15ゲームの間レア役も1枚役も1回目いけへんかったら継続します、ストック使わずに、もう引けへん方がいい、引くなよ、ここで引くなよ、絶対に、よし素晴らしい、チャンス目、もう後戻りできなくなった、一枚役、あ、これチャンス目当たってるかもなと思ったらチェリーかよ、ジャックレア役2回引いた、リールロックしたら変換したらレア役当たってなかったってことです、当たってます、大丈夫です。さあこれでボーナスと、で今延々チャンスのストックは残り1個です、2つ目でボーナス、うわー十字目や、ボーナスの1ゲーム連のチャンス、赤までいった、うわーレインボーや、1ゲーム連です、かっこいい、ショーの演出クソかっこいいな、シャッ、おお、ハサミ打ちでダンチェリー出して遊んだら光りました、143ゲーム、あ
ゴーゴーが点滅しております。はい、ビッグ確定ですね。アザース、これはブドウ抜きができますね。ほいしょー、はまらない、はまらない、いいよ。ビッグ3レグ2、いきましょう、いきましょう。よいしょ、先告知64ゲームでございます。単独ビッグ、やばい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 って、これはマジワンチャンあるぞ。まだまだ分かりませんけどね。とりあえず持ち玉があるうちは続行と。おっ、先告知、先告知で、9ゲーム。いやー、ちょっと一応ゴーゴー見しとこうか。こういうことでございます。こういうことでね、はい。どやりたいんで二郎ちゃんとこ行きます。はい、さあ白豚のカルパッチョが現状どんな風になってるんでしょうか。よし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 、どうよカルパッチョ兄さん。なんすかそれ、白豚のカルパッチョ。なんですかそれ、あんま聞いたことない。いや使えない人間にはもうあだ名をつけるしかないから。今でも追っ始まってます。まあ投資は15。いやえマジで言ってんの。はい、ただまあ帰ってきます。今400万は確定します。もうボーナス1ゲームにするんで。あとプラマイゼロぐらいまでは目指せます。目指せる、はい、ちゃんとプラマイゼロにはしてね、カルパッチョ兄さんは。え、そんなに調子いいんですか。あ、僕もビッグな、あ、ボーナス7回目合算もまだ60分の1で投資1000円です。ちょっと終わったら行きますわ。横空いてます。あ、空いてないです。え、今埋まって、全埋まりなんで。はい、じゃあちょっと報告だけ。ありがとうございます。まあ1ゲーム連するのね。これします。おお、はい、いいねいいねいいね。よし、ご機嫌っすね。ご機嫌ご機嫌ご機嫌出版社。じゃあね、さよなら。着物男に何か言われた。なんか、白豚のカルパッチョ聞いたことないな。白豚のカルパッチョ兄さんって言ってたな。カルパッチョ兄さんが足引っ張るかと思ったらチャラぐらいまでは行きそうだからね。ただ投資が1万5000円っていうのがちょっとな、使いすぎじゃね。パチンコパチスロは適度に楽しむスポーツですということで行きましょう。こうやってね、出玉が出ると僕は上機嫌で、番組も面白くなります。ただもう出玉が出ない日はもう最悪なんですけどね。はいはい、あー、ビッグでした。まあ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 、出玉が増えりゃね、とりあえずはいいかなと。そろそろレグ欲しいな。でもね、もしも5、6だったらね。ちなみに2023年僕が一番面白いと思った機種は延々の消防隊です。それぐらいこの台、まあやること単調なんですよ。基本的にはストック何個取れたかっていうので、延々チャンスの最初のあのエピソードによってストックの個数示唆されてます。僕が出た画面やったら最低ストック3つです。ただこれ別に3つ、最低ストック3つなだけで7個8個出てくることもありますし、延々チャンス1回につき1回ボーナス引ければね、ずっと200枚200枚200枚ってこう1500、600枚でそのまま、貫き要素なんかもあったりしますから、意外と侮る中で僕3000枚4000枚ぐらい全然出したことありますし、あと上位の AT アドラバーストっていうものも存在してます。これもぶち込んだ時には、ほぼ完走します。アドラバーストっていうのは神羅万象っていう、こういわゆるチャンスゾーンみたいなのからいくんですけど、まあそこのねハードルがね結構高いんで、なかなか難しいですけど、アドラバースト。おい、延々チャンスストック、これで残り最低2個あります。最低3つの状態からスタートしてるん で基本的にはこうやってボーナス乗せるか、最初にたくさんもらうっていうのがこう黄金パターンというか、でもしくはストックを使い切った、延々チャンスでボーナスを引きます。そしたら裏延々チャンスっていうのが出てくるんですよ。これ厳密に言うと有利感切ってます。
まあ、ちょっと難しいんで聞き流してもらっていいですけど、有利感切ったら、有利感の頭の部分で延々チャンスが出てきますよと。これ大体ストック1つか2つです。でここでボーナスを引ければまた複数ストックもらえるみたいな。でこれが続いていくっていうのが延々で、たくさん出す秘訣です。さあだから延々チャンスはもう絶対1回で仕留める、もう複数ストック使ってらんないですから。ここで折り返し1回も引けてない、これも引けんでいいやって思いきや、この演出クソアツです。なんで、下パネ消えました。これでボーナスです。来て返す1回やったんじゃないかなみたいな。歌流れてるもんな、憎いっしょ、憎いんすよ。で初当たりは基本的にレギュラーからスタートするんですけど、連チャン中は基本的にビッグもらえます。でビッグじゃない場合、まあ、レギュラーの場合はアクセルボーナスといって、それはそれでチャンスです。ストックのチャンスだったりだとか、あとは、アドラバーストにつながる神羅万象のチャンスだったりします。何にせよこれで、持ちメドラー500枚を超えますよと。あと1回ビッグ引けば、まあ、とりあえずはトントンぐらい、まあ、まず2000枚出したいね、2000枚ぐらい出してから、ダイドするなりなんなり。ちょっと奥さんが調子いいとね、何言われるか分かんないですから、自衛のためにメダルを出す。まず1回目さあ変換、これ中にも引いて、よし2回目、この延々チャンスで2回目の1枚役、3回目で、この演出、神羅が飛び込んでくるやつはこの後から引いた1枚役で書き換えたんじゃないかなみたいな演出。さあボーナス、うわアクセルや、アクセルボーナス中にレア役なんかを引ければ神羅万象の大チャンス、 30% 弱ぐらい当たっちゃうから27-28% みたいな。強制とか飛行もんならもう 50-60% ぐらいあったっけ、 75% ちょっと覚えてねえな詳しくは。まあいわゆるレギュラーなんですけど、かなりチャンスなレギュラーみたいな扱いです。だからここは自力がめっちゃ大事、鬼大事。引いたよ、頼むぞ強制であれ、あー弱か、弱でも十分あるよ、後期か。ここで神羅万象とか告知されることもあるんですけど、されずに終了画面で神羅万象でしたっていうパターンもある。あー普通か、神羅万象なし、くそー引けんかったな。ブドウこれで100個、ですね 5.07 分の1です。すごくいいですね、すごくいいっす。あれ200ですな、もうすぐ200でごちゃごちゃ言う台じゃないんですけど、おお来た195195G でございます。もうカメラ目線とかしませんよ、ほいレグー、はい単独レグよ。とりあえずプラマイゼロには行きました。これで使った分は取り戻した。これでももし延々チャンスいかんかったら、エピソードいかんかったりしたらで1万5000負け、大移動しますって言ってたら耐えられへんぐらいのバリ雑言飛んできたんちゃうかなと思うんで、奥さんから危なかったっすね、ギリギリの戦いです。これで終わりかな、次が裏延々チャンスなんかなとかも思いますね。いやーもしかしたらもう出てこないかも、ワンチャンもう1個出てくるかな、まだ分からん。あーここで強地引いちゃった、これいなかったです。おい、いたわ、わけ分からん、えほなここで強調引きたかったんですね、ちぐはぐやな、
まあ、境地がいい働きしてくれた可能性がありますと。チェーンス、いけ、おれい、よし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 、いやー、じゃああと1回、あと1回でお願いします、頼む、よし引いた、これでこれでも当たるよ、赤いけど避けた、諸太郎危ない、来いよ、おい、え、来ない、避けろ、よかった、あれです、よし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 、これでもうプラス500枚ぐらいですからね。ちょっと奥さんの様子見に行きましょう。もやし先生の調子はいかがかなと思いまして、おということは出てるってことだ、ちょっと待ってください、え、合算87分の1っすね、箱も使ってないじゃないですか、いやまあ下皿ガチなんで、あ、まあまあ、はいはいはい、まあ1000枚ぐらいです、3枚で、僕はあのプラス500枚ぐらいまではとりあえず行きましたんで、え、マジですか、はい、優勝じゃん、え、優勝です、もう、はい、優勝だ、もうあとダラダラしましょう、そうだね、はい、で僕はまだ続いてるんで、あ、だからもうちょっと伸ばせれば、はあ、周りの状況的にどうなん、まあまあ、ちょっと弱いような気がしますね、あ、はいはいはい、ただ AD 機はこれっていうのが見当たらないんで、はあはあ、本当今日ノーマルタイプにめっちゃ振ってるみたいな可能性もあります、はあ、じゃあワンチャンこれあるね、ありますね、あるあるある、頑張りましょう、お願いします、はい、マジか、プラス500枚までいったってよ、ってことは1万5000円使ってるから、まあだいたい1000枚ぐらいってことか、さすがでございます、次郎ちゃん優勝おめでとうございます、ありがとうございます、こういうこと言うとダメなんだよね、まあでもいいや、思い込みも大事だからね、いやー中浜に2連続ですよ、マジっすか、この台に関しては200をハマりというふうにね、トラ、え、まっ、セーフ、189ゲーム、言ったら来るね、言ったら来る、レグった、これで5の4だ、このレグも納得のレグだな、ギリ195レグ190レグ、はい、順調そのもの、残りストック、3つかな、この画面は1404枚、いっぱいストックいますね、いいですね、いいですね、すごいいいです、どちらのおかげかな、ありがてー、いやー今日この 92%?3% 要するしますね、これもう終わっちゃったかも、もしかしたらあと1個出てくる可能性はありますけど、あーこれは頑張りどころや、まだ参える、いや下手くそすぎる、これはダメ、さすがにいないです、88まで回します、でそこから考えようかな、1700枚ぐらい持ってますんで、ざっくり1000枚ぐらいプラスですか今、まあまあここまで伸ばせたんで御の字ですね、え、まだいた、そんないる、じゃあ裏エンチャンスじゃねえか、これ裏エンチャンス3つも出てくるんかな、なかなか見えへんけど、まあ何にせよこれが延々の面白さでもあるか、分かった風な感じで言ってましたけど全然理解できてないのが延々のおもろさと、最高です、もうおらん、もうおらん、もうおらんからボーナスですよ、あのボーナスが86ゲームハマった、ちょっと減らしちゃいましたけどね、100枚以上減らしてる、単独レグ、はい、これにて5の5ですね、
来た17ゲーム、これはビッグでお願いしたい。久々のお、これはちょっと見しとこうか。一応ねビッグゴーゴーなんでこんな感じでございます。はい、オッケー、さあ来た、ビッグ6レグ4かな。ボーナス10回、これってブドウ抜き、いやどっちでもいい、もういい、レグ単独レグ、おい、1079÷182、はい、これうわ落ちてる、5.92 ですね。ちょっとまずいよこれは。なんだかんだでブドウ大事だからね。まあでも続行の一手だよね。ビッグ180分の1、レグが155分の1だもん。これやめるやつはもうパチスローっていうかジャグラーやめた方がいいね。一生打たなくていいわ。やばいやばい、俺の左から角にから順番にガッサン73分の1、僕が86分の1、一個隣が116分の1、さらに隣が114分の1だって。全部6以上だこの4台。ガッサンはね内容はそれぞれ違いますけどね。おお、先告知でした。56ゲーム、おお、レインボーレイ、ああ これはこのネオンはちょっと取っときましょう。こんな感じの午後になっております。はい、 OK。 ほい、7の7、いいよ。ジョーカー、さあ行こう。うわー、もったいない、もう一回引いて頼む。弱チェ、うわー熱い、弱チェの次ゲームってのがまた熱い。これで外れはきついね、熱いね、きついねって、ごめんなさい、もう何言ってるか分からんすわ。当たらんの、当たらんのかい。あーでもこれ頼む、うーわマジか。あーじゃあもうこれで、あー忙しい忙しい、感情が揺さぶられてる。いやーでもなんか弱い気もする。避けて進来来て、いやーダメかー、当たったと思ったのにな、あのジョーカーの演出で。いや後半下りましたね、すげえグダグダしちゃった。もうおらんかさすがに、うん、左側選択、演出も弱いですね。どうしようかな、まあ、ここまで来たんで88まで見ます。ちょっと陰影チャンスが下手くそすぎて引っ張られちゃったな。いいかお前ら、入会者、あれ巨大ホームラン見て結構熱いんですけどね。チャンスアップ絡めば、あら、あと文字とか出てくれりゃもう完璧よ。ああ完璧よ。77ゲーム、天国なんか回さんぞ。再チャレンジです、また1から。これ終わったら30ゲームのあのチャンスがあると。もう一回仕留めた時にはもう毎日つながってますね。出えへんよな、メニマル仕事なわけねえよな。終了画面デフォルト、さあ行きましょう。30ゲームの大チャンスゾーン、ここよ、一番大事。 5.5分の1、引く、まずは速攻で 5.5分の1、引きまくる、そう引いて変換、ない、もう一丁、アイリスも光って頼む。一枚役引いた時にアイリスが光れば変換です。光らんけれどもそろそろ OK。 5ゲーム早い、ここで行くな、行っちゃったか、割り込んでこい、ちょっときついか。
っぱ前兆は長い方がチャンスなんで、これはちょっとね、ただまだある、あーダメ、まだある、おやけ諦めんな、これ 50% 以上あります。期待度この辺から反転したら寒い、寒い、ただこれ終わってからもまだ2ゲームあります。まだ参える、まだ参える、引こう、 5.5 分の1引いて3分の1引こう、引けずか、厳密に言うとこっから多分転落抽選やと思うんで、これが変換することもある、ほらある、3回目よ、3回変換できることなかなかないんで、なかなかない、ざわついてんな、おっしゃー取りました、つながってます、 OK、 ここ子どもの時のシンラとかが出てこようもんならめちゃめちゃ勝てるぞ今日。さあ来い、あー線路が一番少ないやつです、期待できないやつ、さあ行こう、延々チャンス、最低速度は2個です、はい、あーまあそうよね、早め早めにもらえることが多いって、アマテラス下パネ消えろ、まあ、消えなくても当たりです、ほぼほぼ当たり、外れてるの見たことない、あの演出、なんならバーでいいよ、そうだね、ビッグです、これね初戦からある程度枚数取っとくと、じゃあ他のチームも焦るじゃないですか、じゃあカラクリ行きますかなんてみんなに生かして、バルベレブ行きますかなんてこう荒いやつ生かして、我々はしっかりと勝つと、着実に枚数積み上げていって、そんなに痛くさんではなくとも、3戦通して、数千枚の勝利で変えると、変える、数千枚の勝利で実戦を終えて、なんとか優勝をもぎ取る、つかみ取る、このプランでいきたいです。なんで初戦2戦目この辺結構気合い入れて、カチカチの立ち回りマジで取りに行く、よいしょ、120ゲームノーマルビカリレグ、ほう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 、そうきましたか、全然箱に移せない、でももう下皿パンです、パンのパンですねこれね、うわー来た、151イコイ、ここはビッグでお願いしたい、ここはビッグでお願いしたい、マジでレグー来た、いやこれはちょっと違うパターン入ってきたな、これは正直そんな嬉しくない、このレグは7の9すか、随分停滞してんじゃないですか、いやちょっとレグが多くなっちゃって、中ハマりばっか、中ハマりよ、もう150とか、まあまあそんなもんやと思ってましたよ、あれ、ね、あれ、はい、ジャグラーさんはひょっとして調子よろしいんですか師匠、まあでもそんな全然1300-1400枚ぐらいですね浮いてんの、全然大したことないです、申し訳ないです、マジすんません、完全にもう入ってんじゃん状態、マジすんません、設定は関係ない、設定は関係ないです、あーこれはもう5、6だよ、そうっすね、もうこれだからずっとダラダラ打っといてもらって、ダラダラってこら言い方言い方、
ダラダラじゃない、真剣に、まっすぐに、まっすぐだから出してくださいね。あとで俺課金するアプリ買うから、はい、え設定推測アプリ、あマガジンの課金して買うからご飯中に、はいはいはい、楽しみにして。わかりました、はい、確かに。でももう周りもめっちゃいいですもんね。悪くないと思います。よろしくお願いします。お願いします。びっくりしたね、1500枚プラス2人合わせて、だって今1000枚はないけど1500枚ぐらい。暫定首位風、いいねいいね、いいんじゃないですか。今日で決めちゃおう、もうそれぐらいのね気概でいきましょうよ。今日で決めちゃいましょう。1311241111、こっちの列がもう一律ぐらい強いんかな。そうっすね、1台空いてるけど、1台空いてるのあるんですけど、あれ僕が陰影打ち終わったタイミングで空いたら僕があっちに移動します。こっち側全なんじゃないかな。あんだけ台数あったらぐだるやつ絶対ありますんで。だからもう朝一まだ回してて多分1000回転1500回転ぐらいと思うんで、全然ぐだってるだあってもおかしくないから。2000枚オーバーボーナス中です。延々チャンスあります。いやこれはね、初戦からロケットスタート、奥さんも調子いいでしょ。我々筆頭候補がそのまま突っ走りたいと思います。前半戦終了です。よいしょ、おわ来た、先だよーと。61ゲーム単独ビッグ、やっとビッグ来ましたよ、61ゲーム。さあというわけで定まで+1000枚ぐらいですねの状態で前半戦終了と、次郎ちゃんも勝ってますんで、今回のシーズン、今シーズンはマジでひょっとしたらひょっとするかもしれませんぞということで、後半の猛爆に期待。はい、前半は以上でございます。一旦お疲れ様でした。